お二人だったんですけど、今日はクルーでいらっしゃってるということで、また新しい姿が見られるんだなと楽しみにしています。じゃあ、高柳さんから言っていただいていいですか？本当になんでちょっと大物っぽくなると私寝かせる傾向ありますよね。 そう、悪いところ出ちゃうんですから。じゃあちょっとお邪魔させていただきたいと思います。失礼します、ウラチャンプルです。今よろしいでしょうか？失礼します。わあ、もう始まってる。もう踊ってる。もう始まってる。これ見たい。すごい。無言で踊ってます。ただただ手が動き続けている。手が動く音。あ、すごい。これどこで止めましょうね。そうですね、もうずっとロボットの楽屋みたいになってきちゃってますけど。ねえ。止めてください。もう止めてください。はい。はい、大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで。以上、ハムツのサイボさんでした。ありがとうございました。いや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 。全部貸しましたね。じゃあ、力一さんに話伺っていきましょうか。はい。すいません。おくつろぎのところ、すいません。よろしくお願いします。はい。まあ、リキッチョさんはもうスーパージャンプでずっと見てる方だったらね。そうですね、うん、もう知ってた当たり前な。そうですか。見てました。10年以上前から。そうですか、ありがとうございます。はい、高柳さんもずっと、はい、スーパージャンプ見てて、はい、リキッチョさんのことはずっと見たいと。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。これちょっとコメント見てもいいですか？コメントですか？あ、今ちょうど入っていたところです。そうですね、コメントまだ追いついてないかもしれないですね。コメントなしということで。まだ追いついてないということで、ね、今リアクションがなかったんですね。動きがすごいなーっていう、 もうありきたりなコメント。すいません、本当すいません。だから昔から見てた人からするとちょっとそのありきたりなこと言ってんじゃねえよ。もっともっとすごいところが入ってて、はい、もう、はい、で、リキッチョさんはですね、マドンナの、はい、ミュージックビデオにも出られたりとか、はい、ツアーに同行されたりとか、はい、っていうすごい方、はい、っていう認識でよろしいですね。はい、はいって言ったらちょっとおかしいですけど、はい、そうですね、仕事の歴としてはそういうものがございます。はい、多分ダンスを知らない方も多分いっぱい見てらっしゃるかもしれませんので、ね、ぜひ知っていただきたいなと思うんですが、はい、なんかその時にこうあったエピソードとか。マドンナとのエピソードですか？はい、マドンナエピソード、そうだな、まあ、ちょっと冷蔵庫のレッドブル飲んだらマドンナのレッドブルだったとか、そういう。飲んでることが結構びっくり。すごいですね、同じ冷蔵庫を使ってて。同じ、そう、俺も知らなくて、いや俺も同じと思わないから、それマドンナだから飲まないでって注意されました。マドンナさんもレッドブル飲むんですね。はい、ね、翼を授かりたい時があるんですね。あ、あとこっそりマドンナが食ってたキャンディーをちょっともらったこともある。確信犯ですね。それは確信犯です。確信犯ですね。はい、どんなん食ってるかなと思って、うん、どうでしたか、お味の方は？めっちゃうまかった。やっぱ違う、日本とは違う。めっちゃ甘かった。甘かった。いや、もう本当になんか、ちなみに今回いろいろウラチャンプルでこう回らせていただいて、うんうんうん、プロデューサーからね、いろんな情報を引き取ってこいと、はい、いうことだったんで、はい、今のをちょっと本編で使わせていただきましょうかね。そうですね、はい、飴は甘かったで、飴は甘かった。マドンナの飴は甘かったでよろしいでしょうか？はい、レッドブル飲んだらマドンナのだった。だったよろしいでしょうか？大体マドンナさんの食ってますもんね。そうですね。大体がね。そうですね。それでも怒られたりは？怒られた。もうそれはもうバレてはいるんですか？バレてはいるんですか、マドンナさんに？食べてないと思いますよ。あ、バレてはないんですね。一つ二つなくなったところでバレはしない。で、ちょっと改めてですね、今回ハムツーンさんが、はい、弟子たちをこう従えてやってきたという情報を、ね、はいはい、仕入れまして、はい、今回クルーの説明をしていただいていいですか？はい、お願いします。この一人女の子はですね、かなり昔から、はい、まあ、そうですね、チャンプル見てたぐらいの世代的にはハムツーンさんも見てた。そうですね、そうです。でその時はもうずっともう十何年教えてる、まあ、直接の弟子というか、本来ハムツンサーブクルーってこの2人で今、やってきてて、まあ、そういう本当に弟子的なメンバーですね。他、5名がですね、他5名、はい、他5名、あ、名前一応ね、一生答えされました。聖志郎と言います。聖志郎です。はい、ズーカーと言います。ズーカーです。ダーマスと言います。ダーマスです。森くん&イケちゃんです。イケちゃんです。森くん&イケちゃんなんですけど、まあ、ここは本当生徒というか、クラスの
あのマスタークラスという、ちょっとレベルの高めの、クラスがありまして、それでもうちょっとバチバチにしごいていこうということで、まあ、はい、去年ぐらいから大会にね、このメンバーで、このメンバーで出始めて、なるほど、はい、でこの2人でもそれまで出てたんですけど、負けまくってて、何のことはね、増やしたらすぐ勝負入るようになったっていう勝負、はい、悲しいエピソードがあるんですけど、パワープレイに出たわけですね。そうですね、あ、人が少なかったんかなっていう、うん、これあの独特のヘアスタイルはちょっと気になってたんですけど、何なんですか、何なんですかね、これ何なんですかね。いや、なんかもう昔からやってるから、なんでやってるのかもう自分もあんまり、ちょっとね、テープが切れそうでした、ね、あらあら、あ、テープが切れそう、変えましょう、変えましょう、すごい生配信の生中にテープを変えて、テープチェンジをしてるところを皆さんにお見せするというね、はい、あの LINE ライブとチューンはでも、はい、あの引き続きご覧になれるんですよね、はい、あ、そうかそうか、ただテープチェンジをするという、はい、一瞬切られます、はい、出てきました今テープ、あ、もうじゃあ今配信できてない、いや今配信はしてるんです、配信はしてるんですけど、ね、収録ができてないという、でい、ね、生でテープチェンジをご覧いただきましたはい、 OK ですか、す回りました、すごい早い、復活が早い、踊りましたね、プロのテープチェンジに拍手いただきました、あ、コメントで皆さんそれは地毛ですかと、地毛ですね、こういうの生えてくるんですね、はい、あ、そこさえも、そうなんですよ、色のものさえも、こういうの生えてくるんですよ、質感も変わってくるんですね、はい、うちの生徒になると大体みんなこう2年ぐらいすると生えてくるんですよ、ね、あ、2年はやっぱり5年ぐらいすると色がついてきます、じゃあ、あの、あれですね、こういう髪生やしたいと思ったらうちにハムスさんとか行って、はい、やればいいわけですね、はい、あの月謝を払えば、月謝を払えば生えてくると思いますさあ、ということでですね、はい、あの今回皆さんにサインをいただいてまして、はい、チームとしてのサインみたいなものがあれば、わかりました、書いていただきたいなと、 ありますかね、はい、ないんで今適当に書きますもう即興ですね、皆さん、はい、ありがとうございます、個人のサインしかないですからね、くるー、今回クルーになって戻ってきていただいたと、お、かっこいい、やっぱりこう、ね、ダンスの振り付けとかを作ったりする方はもう一瞬でこうやって出てくるんです ね、もう頭の中で、はい、ありがとうございます、いただきました、クルーさんにいただきました、ありがとうございます、あ、すいません、すいません、全部いただきます、ありがとうございます、ありがとうございました、じゃあまた本番楽しみにします、はい、お願いします、ありがとうございます、ダンスの話よりもいろいろマドンナさんのものをいただいたりとか、はい、髪の毛が生えてくる話しかしてないですけど、ね、大丈夫ですかね、あの腕の動きの続きがこの後見られますね、そうですね、はい、本番のお楽しみにということで、はい、ありがとうございました、失礼します、失礼します、あ、最後までやってください、あ、動いてる、じゃあありがとうございます、はいはい、もらいましょうね、じゃあ次は、4回はもう終わってたですかね、はい、じゃあまた下移動しますんで、ちょっとなるほど、行きましょう、ジャンプしましょうか、はい、行きますよ、移動しますんでね、せーの、はい、はい、移動します、ジャンプした後にすごい人に会ったりするんですよ ね、いや、どうですか、もう30分以上経ちましたけど、竹内さん13万